ナーさんシルバーのだるま、スーさんハート、キズナさんシルバーのだるま、ユンジーさんスーさんハート、みちゃきのこさんかわいい、ありがとうございます。こんばんは。岩尾さんシルバーのハート、アニンコさんだるシルバーのだるま、アスパラさんハート、博士のなおちゃんシルバーのハート、ジャストミートさんシルバーのハート、スーさんだるま、ありがとう。こんばんは。エルさんシルバーのハートありがとう。開いた。スーさんハート、ユンジーさん、モチアダさんシルバーのハートありがとうございます。アリンコさんハート、デコピッタンさん、モチアダさんシルバーのだるま、エイランチさんシルバーのハート、アリンコさんハート、カナトシさん、デコピッタンさんシルバーのハートありがとう。こんばんは。今日はもうなんかめっちゃまったりした一日でした。お買い物したり、お家でちょっとすることをしたりとか、いろいろしてたらあっという間にもう一日が終わりでした。ゆっきんみるんさんシルバーのだるま、ひろし BKK さんもシルバーのだるま、すーさんだるま、マロプンテさんハートありがとう、じゅんきさんもハートありがとう。それでは七並べしていきたいと思います。4分ジャスト、4分00秒から七並べしましょう。4分00秒。スカイホエールさんシルバーのだるま、佐藤さんシルバーのハートありがとうございます。こんばんは。ついに明日は生誕祭なんですけど、やばいね、全然やばい。お昼配信ではちょっと実感がないって言ってたんですけど、それこそ生誕祭の時に読むであろう、その生誕スピーチの、その生誕スピーチがあった時にきっと読むであろうお手紙を書いてたんですけど、そのこの1年のことを振り返って読む練習とかしてたらすごい実感湧きました。こんばんは。温度のとっくんさんシルバーのだるま、まゆちゃんハート、ガモーさんシルバーのハート、みやんさんハート、平成さんシルバーのハート、しんいちさんシルバーのハートありがとう、ひなひかりさんもシルバーのハートありがとう、アスパラさん、ドゥーウェイさん、エルさんお願いします。読む練習で泣いてないよ。なんか全然なんか結構本気で泣く系とかじゃないです。泣く系の手紙じゃなくても、ただ私の気持ちを伝える系の手紙なので、全然泣く系じゃないのでマジで安心してほしいって感じなんですけど。真空剣さんシルバーのハート、だるまありがとう、新井さんもシルバーのハートありがとう。明日お、エースから、そう、結構エールズの方多くて、ハッシュタグ空通信見てたら嬉しい。空派の知ってる方がエールズに前の方にいらっしゃって嬉しい。真空剣さん、コカジアさんシルバーのだるま、しんいちさんシルバーのハート、日の光さんシルバーのだるまありがとう。楽しみ。みんな今日の18時にも更新されてると思うので見てみてください。どの辺か、ゲバントホールの座席表が多分どっかにあると思うので、印をつけてくださると嬉しいです。でも絶対皆さんのことを見つけるので大丈夫なんですけど、どの辺か念のため教えてくださいな。みーさんシルバーのだるま、温度のとっくんさん、天女くんありがとう、りなさんシルバーのハート、ひ
ヒロさんシルバーのだるまありがとう。左利きの招き猫さんシルバーのハートデコピッタンさんもありがとう。それでは続きましては7分ジャストからします。7分ジャスト大社ありがとう。こちらこそ。次は7分ジャスト7。明日はきっと当日券があるのでちょっとでももう1ミリでも迷っている方はマジで来てほしいですもう1ミリでも迷ってる方はほんまに来てほしい。ティンティさんシルバーのハートありがとう。広島に住んでいる方じゃないとねなかなかやっぱ当日券って難しいかもしれないんですけどちょっと来てほしいです。あきさん、としきさん、よだともさんお願いします。今日のね朝ぐらいの状況を聞いたんですよ。どのくらいですかみたいなで言ったらあとちょっとで1階席が埋まりそうみたいな感じだったんですよね。だから多分当日券あるんですよ。なのでちょっとでも本当に気になってくださってる方は来てくださると嬉しいです。デイジーさんシルバーのハート、お兄ちゃんシルバーのハート、アルプスさんだるまありがとう。こんばんは。下手側にいます。お、下手側ということはもう空派ターンってことですね。もう空派しか見れないってことじゃないですか。アイスレモンさんシルバーのハートありがとう。そうなんですよね、平日の夜だからちょっと難しいかもなんですけど来てください。気持ちだけは見に行きます。嬉しい。気持ちも来てくれるの嬉しい。もしよかったら DMM さんで見てくださいね。会場に来れない方は。続きましては9分45秒。9分45秒、七並べしよう。9分45秒。最近七並べできてなかったからみんなと対戦できて嬉しい。空星と新井さん結婚してシルバーのハートありがとう。生誕行くの楽しみにしてます。お、よろしくお願いします。この前見せてくれたお誕生日うちは楽しみにしてるね。待ってるみんな来てくださるのワクワクよ。空星A ランチさん、ヒロさん、シルバーのだるまありがとう。アキラさんもシルバーのだるま、ニッシーさん、シルバーのだるまありがとう。こんばんは。クリミーさん、A ランチさん、ザキヤマさんお願いします。もう全部荷物も準備も完了であとは楽しむのみ。お、最高。みんなちゃんとあれだよ、ペンライトとかうちわとかアクスタとかチェキとか空派かつ空派推しセット空派推しセットっていうかな、ちゃんと準備バッチリかな。あと空派って叫ぶ準備空派へ愛を届ける気持ち大丈夫かな。サクさんシルバーのだるま、ヒロさんハートありがとう。朝から財布なくしてチケット受け取れなくなったんだけど今日も絵が…え、それはどうしたらいいの。財布はどこになくしちゃったの。もしかして当日券チャレンジですか。こんばんは。ノースリーブラブバイシナのソラハも入れた。お、最高。大事。生誕ティーも忘れずに。そうだよ、みんな明日の
制服清掃は空の生誕ティーだからね。違うメンバーの生誕ティーじゃないからね。会場のみんなのお洋服黒くないっておかしいからね。黒だから空の生誕ティーは。ピンクとかわかんない、水色とか緑とかあんのかな、じゃないからね。みんな気をつけて。続きましては30秒、12分30秒から7並びします。ユーミンさん、ニートさん、シルバーのハートありがとう。明日行けないので昨日思い切りコールして、え、聞こえました、めちゃくちゃ聞こえたよ、コールありがとうございました。楽しかった昨日、4日か連続4日か。今日はほんまに休みました、もうめっちゃ休みました。もうお昼前まで寝て配信してみんなと話した後はめっちゃまったりして、そのお家でしないといけないことがあったので、それをした後にお買い物行って、明日生誕祭ね、私の生誕祭に出演してくださるメンバーさんにあのお菓子差し入れを買いに行って、日用品とかも買いに行って、帰ってきてからあの皆様に聞いていただくあのお手紙の内容を考えて、で今日は7がつく日なので、もう勝手に7がつく日はインスタグラムのあのグルメの方の投稿って決めてるんですけど、インスタグラム投稿してストーリーも投稿して、今日は結構お家でできる系のことをしてました。不動さん、シルバーのハートありがとう。あ、財布よかった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 。こんばんは。そう、今日はなんかいろいろできた一日でした。でも楽しかったです、久しぶりの一人って感じで。あの、なんだったっけ、あれも買ったよ、ちゃんと鉄分取るやつ、鉄分のサプリもあるけど、あのこの前ね配信で飲んだあのプルーンのあの鉄分取れる紙パックがなくて、スーパーに売ってなくて、コンビニ行こうかなと思ったけど、あのちょっとコンビニちょっと高いかなと思ってスーパーに売ってた、なんかそれも鉄分のなんか似てるプルーンのなんかチチヤスのやつ買いました。前回は雪印メグミルクのあのプルーンを飲んだんですけど、今日はチチヤスの買いました。寝る前に飲みたいと思います。鉄分摂取。プチさん、シルバーのハートありがとう。カイさん、シルバーのハートありがとう。続きましては15分30秒からします。30秒。カエさん、シルバーのだるまハートありがとう。明日は倒れないようによりね。あ、速攻元気にも鉄分、え、鉄分なの特化してるやつってことですか。そうなの、すごいね、すごいね。トシキさん、シルバーのハート。クリーミーさん、カノトシさんもありがとう。北斗のタカさん、シルバーのだるまありがとう。こんばんは。ワクワク。アキモさん、カワちゃんは俺のリオさん、我のリオさん、お願いします。ミーさん、シルバーのハートありがとう。今日もでも明日なんか昼夜公演あるときは朝集合早いんですけど、1回公演の日は集合が遅めなので、明日もまたゆっくりできる朝。錬金術師さん、シルバーのだるまありがとう。こんばんは。
初訪問ありがとうございます。 STU48 の篠野空葉です。21歳で、明日21歳の生誕祭を広島で開催させていただきます。当日券も多分あるので、ぜひ少しでも迷ってくださった方は当日券、前向き検討よろしくお願いします。ニョッキンミルさん、シルバーのタコありがとう。今日は帰省して同級生とご飯食べながら、大丈夫？同級生とご飯食べながら何してんだよって言われてない？大丈夫？絶対なるよ。大丈夫かな。しんいちさん、ラホさん、ラホちゃん、シルバーのハートありがとう。そう今日、明日その生誕祭来るために今日お仕事をねいっぱいして、まだお仕事場にいるって方も中にはいらっしゃると思うのであれなんですけど、ありがとうございます。明日の生誕祭に向けていろいろスケジュールとか調節してくださった方ありがとうございます。続きましては18分30秒、対戦ありがとう。こちらこそメール登録させていただきました。嬉しい、やった。もしよかったらメールの返信とか待ってます。返信しにくい内容だったりするかもなんですけど、メールの返信待ってます。いつでも X で。カイトさん、シルバーのだるまありがとう。スーダンさん、シルバーのハートありがとう。こぼれた、あ、片方のイヤホンで聞いてる？大丈夫か。明日の大学、明日大学の人に引き継ぎしてきました。引き継ぎ大変だ。ありがとうございます。感謝。母ちゃん、まっちゃんきゅうさん、きずなさん、お願いします。働きまくった？動きまくった？ありがとう。コール頑張るよって、ありがとう。通路近くの紙でね、よろしくお願いします。明日の分もしっかり終わらせてきた。絶対みんな今日朝早かったり、逆に夜遅くまでだったり働いて、ありがとうございます。サイダーさん、シルバーのだるまありがとう。ナイクル、をナイクル待ってます。ナイクルも楽しみだもんね、お話し会も。みんなが無事、開演時間とか、開演時間はちょっと難しいのでって方はね、生誕のなんかセレモニーとかにまで間に合うといいな。みんなが巣ごもりの神様さん、シルバーのだるまありがとう。ワクワク。空は何歳ですか？何歳に見えますか？もうすぐ正解言うんですけど、21歳です。もう気づいたら21歳になってました。ゴールまでには行きます。待ってます。無事みんなが来てくださること、明日それこそ仕事、お昼までの仕事を終わらした後に行きますって方、無事にね新幹線でとか飛行機とかで到着することを祈ってます。続きましては
22分ジャストからしよっかな。22分ジャスト、ジャスト、ジャスト、ジャスト。お、明日の予定、予定っていうか期待、やばい、鍵穴、鍵穴シナノって書いてるわ。緊張するわ。生誕の時は大体、大体ってかもうほぼってか 100% 生誕の、生誕メンバーが鍵穴だけど、ちょっと鍵穴緊張する。私鍵穴が一番緊張するって言っても過言ではないぐらい滑舌問題。でも明日はさすがに生誕祭で結構なんか主役、生誕祭のメンバー、お祝いされるメンバーさんが結構映るので、だから明日は結構シナのソラハが映るので、矯正してたら笑顔がぎこちないの、あの何、ぎこちな笑顔映っちゃうから、矯正取ります。最近の公演もずっと矯正つけてるんだけど、鍵穴が一番緊張する。みんなより先にあの準備しないといけないし、一番緊張する。いっちゃんさん、ケイさん、ゆうすけお兄ちゃん、お願いします。サイダーさん、シルバーのだるまありがとう。ユンジーさん、シルバーのハートありがとう。前の方やからずっとソラハを見る。本当？じゃあソラもガン見しとこう。いろんな人を明日ガン見したいと思います。みんなソラハと目あってもちゃんとそらさずに見てね、逆にガン見し返してね。ガン飛ばされるのは怖いけど、よろしくお願いします。つりけちさん、シルバーのタコありがとう。 STU のために全力で頑張ってる。明日は現場で、嬉しい嬉しい、来てくださるってことが嬉しいです。ありがとう。精一杯のコールだって。じゃあ空もそれ以上に精一杯のパフォーマンス頑張ります。ゆうちゃん、シルバーのだるま。ニョッキンミルさん、シルバーのハートありがとう。明日楽しみにしてる。こちらこそ。もう頑張るね。頑張りますまぶたに目を描いて泣いてもバレないチャレンジする。やば、こうなってもってことね。明らかにさすがにはバレるよ。バレバレのバレよ。続きまして、25分15秒25分15秒。ニートさん、シルバーのだるまありがとう。お手紙は誰から届くのか楽しみにして見に行きます。空は予想してますよ。でも私結構予想当てちゃうマンだから言わないでおくね。でも過去に私が読んでそのいただいたことがあるのは、パパ、たかちゃん、こっこさん、まいちゃん、ゆうかちゃん、パセです。さあ誰なんでしょうか。いやでもワンチャン卒業生とかなのかな。でも卒業生さんにさ、お手紙依頼するときってどうやって連絡取るんだろうね。 A ランチさん、ゆうまさん、としきさん、お願いします。巣ごもりの神様さん、シルバーのだるまありがとう。ワクワク、醍醐味ですね。親友ちゃん、いや絶対に無理よ。だってもし親友ちゃんに、そのそらちゃんって言ってくれる親友ちゃんにお手紙依頼したいってなっても、
例えばマネージャーさんからママに言ったとて、ママはその親友ちゃんの連絡先知らないです。私しかマジで知らないから無理ですよ、絶対に無理。それは絶対に不可能なんですよね、親友ちゃんは。どう頑張っても無理です。家も知らないから、あのママがね、ママが家も知らないから行けないし、弱いよ、絶対にない。こんばんは。え、そんなソラハから依頼みたいな、ソラハが言うみたいな、逆にすいませんって、まるまるさんに、親友ちゃんに手紙書いてもらっていいですかってくるの。めちゃ笑っちゃうけど、そろそろノースリーブの季節も終わってしまいますね。そうなんです。でも私は年中無休でノースリーブなので安心してください。あのレッスンの時はずっとノースリーブなので、冬はあのプライベートは長袖着るけど、レッスンはノースリーブです。続きましては28分15秒からします。新幹線で一人予行練習してくる。嬉しい。もう準備万端。スーさん、シルバーのハートありがとう。いつでも書けるようにペン握ってる。おもろい。生誕の手紙、もしかしてファンの方代表者から。誰だ誰だと思ったら、まさかの。ノースリーブ、真冬でもノースリーブ。ノースリーブ着て外に行くのは無理です。さすがにアウター羽織るけど。風邪ひかないでねって優しい。ひかないよ。バカは風邪の子、あれだっけ。でなんか、あ、バカは風邪の子？バカは風邪の子って風邪ひくってことがダメやん。バカは風邪の子って風邪ひいちゃうってことでしょ。ダメダメだ。ヒロックさん、シルバーのハート。ザキヤマさん、シルバーのだるまありがとう。あ、バカは風邪はひかない。あ、風邪ひかない、さすがに。じゃあ大丈夫、私ひかない、バカだから。おー、バカもーんって感じなので、風邪ひかないですね。エミさん、ジュンキさん、トシヒロさん、ハートありがとう。アーディツヤさん、わかる。風邪ってわかんないよね。だからインフルエンザとかコロナとかのあのはめっちゃ副作用があるじゃないですか。関節痛くなるとか、なんか喉痛すぎるとか、なんか匂いなくなるとか。でも無症状の人もいるけど、でもあるじゃないですか。だからわかるけど、風邪ってなんか花粉症かなとかなるじゃん。あとなんか喉痛いのも乾燥からかなとかってなるから、気づかないよね。難しいよね、どっから来るって感じやし。としろさん、シルバーのハートありがとう。ね、わかる。私もなんか風邪ひかないのに大きな病気にはなる。2年前にコロナと4年前かインフルエンザになっちゃった。 You can smile さん、シルバーのハートありがとう。あ、夏風邪ね。確かに夏風邪は気をつけないと。続きましては31分30秒。やばい、今日全然勝てない。うわー、大号泣案件。ヨウさん、シルバーのだるま、ありがとう。ハートもありがとう。夏バテはね、全然ないです。
信じられないぐらいないです。夏バテかわかんないけど貧血みたいなのになったけど、でももう回復も回復マンです。元気もりもりマン。今日の夜ご飯はウインナーと卵2個です。卵焼きみたいなスクランブルエッグみたいな卵2個使って作った。くにさん、まもちゃん、いちさん、お願いします。お昼はクロワッサンドーナツも、私がハマってるクロワッサンドーナツ、なんかカフェのやつなんですけど、クロワッサンドーナツを半分に切って中にクッキー&コーヒークリームとクッキー、あ、なんかオレオが混ざったなんかクリームみたいなを挟まってるクロワッサンドーナツとカフェラテ飲んで、で 甘くなっちゃって、あとね差し入れでいただいたなんかチョコレートのマドレーヌ、なんかフィナンセ、マドレーヌか、形的にはマドレーヌだったんだけど、あの食感的にはフィナンセだったんだけど、あのそれを食べて甘いのでお腹いっぱいになっちゃって、さっき配信前にウインナーのなんていうの、何だっけ、燻製屋のウインナーがなんか安くなってたから、それの1袋5本か、ウインナー5本と卵2個で焼いてケチャップで食べました。夕ご飯なんかすごくあの少なめなんですけど、お腹が空いたらあのセブンイレブンで買った豚しゃぶサラダがまだね、結構もう日持ちが意外と昨日買ったんだけど日が持つので、まだ日付全然明日の夜ぐらいまでだったから、まあ、お腹が空いてたらそれ食べようかなって感じで、でもお腹いっぱいだから食べなくて大丈夫。ウインナー食べちゃった。久しぶりのウインナー、脂質高いからウインナー買わないんですけど、もうやばい、脂質の塊なんですよあれは。美味しいのものは脂質がたくさんなんですけど、脂質取りまくりました。でも美味しかったからいいんです。卵焼きをご飯の代わりにして食べます。なんか新さん、シルバーのだるまありがとう。続きましては35分ジャスト、で最近はあのちょっとマジで食べ過ぎてたからね、明日終わったらもう絶対にラーメン食べに行く。すするそうなんだよね、5本入ってるから大満足、お腹いっぱいで。今日のインスタ、え、そう、みんな今日インスタ見てくださいましたか？最後ごめん、大丈夫だよ、全然私の手持ち札が悪かった。インスタは今日は、蕎麦屋さん、白川っていう蕎麦屋さんを投稿しました。お昼11時半から14時まで空いてて、夜の部は17時から、あ、違うお昼が11時からだったっけな、空いてるので公演後も空いてると思うので、ぜひ。北斗の高さん、西くんさん、はやとさん、お願いします。お蕎麦屋さん、あれね、本当はね7月中旬に行ってたんですけど、全然ちょっと投稿できてなくて、他に投稿したいものとかがあって、だからね行ったのは7月なんですけど、あったかいお蕎麦からその冷たいお蕎麦まであって、
とお昼やったらなんか定食じゃないけどなんか丼とお蕎麦みたいな感じでそういうセットもあるのでお昼に行ったりとか、 なんか公演前に行ったりとか公演が終わった後に行ったりとかしてみてください。めちゃめちゃ美味しかったです。なんかね、麺の硬さが、まあ、冷たいの食べたからかもしれないんですけど固めで、私麺硬いのが好きなんですけど美味しかった。あと写真のやつはね、エビ天のおろしそばなんですけど冷たいで、大根おろしちょっと多いかなと思って少なめでって言ったけどめちゃめちゃ多かったから、多分少なめって言わなかったらめちゃめちゃより多いと思うんですけど、めっちゃ美味しかったのでぜひ行ってみてください。エビ天マジでね、あの衣がマジで繊細だった。もう繊細衣めちゃんこに美味しかったです。そう、お腹いっぱいになりました。めっちゃおすすめ。いろんなお蕎麦あったよ。だからパセはね、パセと一緒に行ったんですけど、その定食ランチみたいな頼んでた気がする。そう、そばのセットみたいな。そうそう、夏は夏、冬は冬で限定のおそばがあるのでぜひ行ってみて。お、白川食べに行きました。早い、さすがですね。22時まで空いてるので、夜は公演が終わった後もうダッシュで行ったら食べれるかもです。あとお昼に私行ったんですけど、平日だったかな、行ったの結構人が多かったです。やっぱり会社員の方が多かったです。続きましては39分、日立さん、号さん、シルバーのハート、ウエチンさん、シルバーのだるま、ありがとう。会社員の方に人気、大人気でした。大人気。美味しかった。みんないいねとかコメントとか待ってます。あとね、最近ご飯、そのインスタグラムで投稿したそのお店に行ってくださって、その報告してくださる方いるんですけど、めっちゃ嬉しいです。本当は全部いいねしたいけど、いいねできないから悔しいんだけど、全部見てます。真似して行ってくれてて感謝、かわいい。エルさん、ダイトさん、ハトポッポーさん、お願いします。エマさん、シルバーのハートありがとう。そう、巡礼して、聖地巡礼よろしくお願いします。もうみんながね、いっぱい巡ってくれるからね、やばいんだよね。そら全然みんなに追いつかれすぎてやばいんだよ、汗汗。あと今日はインスタストーリーにくるくるとのツーショットとまいちゃんのツーショットをね投稿したので見てね。 X はユニバの写真をお昼にポストした。おたろさん、シルバーのハートありがとうございます。おすすめだよ。今日は何時に寝れるかな。昨日の夜結構遅くまで起きちゃってたから、とはいえ布団に入ったらパタンって寝れたけど、早く寝れますようにだ。続きましては41分45秒、
45秒からします。明日は配信はお家に帰ってきてからかな。え、あれかな、今年はどんな感じなんだろう。当日にちゃんとなんか持って帰ってこれるかな。なんもない可能性もあるけど、なんもなかったら去年のパネルと配信しよう。何も、あ、今年は生誕の何もないですって言われたら去年のパネルと、あとこの前のあの23おめでとうのあのお花、お話し会の時にいただいたお花と写真撮る。ズキヤマさん、アキさん、ユウヤさん、お願いします。念のため、え、そらも念のため持っていこうかな、あの20歳お誕生日おめでとうなんて書いてる、もっと最高の1年にって書いてるやつの花、お花持っていこうかな。もしかしたら何もないかもしれないから、メンバーとかそのなんだっけ、あのその誰かからのお手紙とかもないかもしれないから、ちょっとなんか自分で用意しとこうか。ほのかちゃん、シルバーのだるまありがとう。誰も食べなかったら自分で、やば。言うね、せーの、あれとか言って誰も止めてくれなかったら言うね、ちょっと待った。もうめっちゃ気まずいやん、泣いちゃうんだけど、そっから自分で進行するの気まずいけど、もしそうなったらね、もう分かんない、そういうやつのあの生誕台本ってさ、主役にはもちろん届かないからさ、あの今までは、まあ、1年間自分の生誕がなかったから、その他のメンバーさんの生誕の台本とか見とったりとかして、あ、今日は見守っとこうとかあったけど、そう、もしかしたらメンバーみんなに生誕台本ない、言ってないかもしれないから。そう、ちょっとドキドキやば。続きましては44分30秒からにしようかな。その時は客席から、え、言ってね、じゃあもうみんな言ってね、メンバーさんが誰も言わなくて、ほんとに、え、キャッチ、誰誰誰誰みたいな、あの、え、誰みたいな、え、誰か、ちょっと待った、誰か言うなよみたいな、なんかメンバーみんななってたら、みんなが言ってね、ちょっと待った、よろしく、超怖いんだけど。ケーキはある？いや、わからんよ、スタッフさんが間違えて持ってこなくてみたいになるかもしれん。えー、怖っ。心臓バクバクやん、私違う意味で号泣するかもしれん。シナの高一さんなの？シナの同じ、あ、でも漢字は違うのか。シナのさん、シルバーのハートありがとう。青キックさん、あやちゃん、しんいちさん、お願いします。イハクさん、シルバーのだるまありがとう。みんなでちょっと待った、大合唱。いや、でも新しいよね、今までにない感じで新しいかもよね、新しい感じで、みんなでちょっと待った。3本の7サポーターさん、結婚して。アイラブカナリーさん、ハートありがとう。でも楽しみです、明日は。エイさん、シルバーのタコありがとう。楽しみだな、緊張するよ、なんかわかんないけど、なんかわかんないけど緊張する。アンコールなしで空は出てきた。え、もうそれはもうなんか
あのちょっとスタッフさんにお願いする、ちょっとあの客席に座っていただいてアンコールって言ってもらっていいですか。やばいやもう泣いちゃうそんなん、私もうそんなん卒業発表しちゃう。そうなん、もう私あこれはもう STU にいなくていいぞってことかなと思って、もうそのまま誰にも言わずスタッフさんにも言ってないのに卒業発表勝手にしちゃう。あの卒業発表はさすがに多分スタッフさんに言っとかないとしちゃダメなやつだけど、勝手にもう卒業発表しちゃう。中さんシルバーのだるまありがとう。私も泣いちゃう、絶対その泣いちゃう感じが違う、それはあれやん、うえーんっていう泣くじゃない方の泣くやん。続けましては47分30秒からします。今日のお仕事中ずっとワクワクしてた。嬉しい。空もめっちゃワクワクだよ。緊張だけどね。どのくらいの方が来てくださるのかがちょっとまだ分かんなくて緊張。卒業発表も嬉しいお知らせもないです。写真集とかなんか事務所所属とかあのないですから、私あの本当に申し訳ないです。いつかはねそうやってなんか発表できるように頑張るね。発表がいい発表できる人になるようにね。これフラグとかじゃないから。サクさん、小狐さん、クリミンさんお願いします。パシちゃん I love you me too ありがとう。ブラピーさん結婚してありがとう。ソラハの笑顔が最高の酒のつまみです。だって本当に？嘘やん。ソロファンクラブもないです。ごめんね。ね。この前アイコネータ、セラピとパセがイベントのお知らせしとったけど、ないです。ごめんね。いいお知らせがなくて。エナッツさん、シルバーのだるまありがとう。仕事頑張って配信見ます。お家から最善管理よろしくだよ。よろしくマジで最善管理。ちゃんとお家からもペンライト振ってみてください。あらえバスちゃんなんだ、なんでなんで、シル、しかもシルバーの城すごい、シルバーのお城タワーありがとう。しんいちさんシルバーのドラマありがとう。初めてシルバー、え？シルバーのお城だよね。これは何？生誕祭当日じゃないよ。信濃城建設してくれたじゃん。ありがとう。明日行くよっていうあれかな。パシちゃんありがとう。あ、前夜祭ってことで、だってありがとう。このタワーの正式名称誰か教えていただけたりしますか。続きましては、あやばい、えもう待って待って、マジベッドタイム終わっちゃう、やばいやばい、1秒たりとは無駄にできない。50分45秒からします。かなとしさんシルバーのハートありがとう。これの正式名、正式名所タワー名わかりますか。対戦ありがとう。こちらこそ、こちらこそです。中さんシルバーのだるまありがとう。純喜さん、このかちゃん、ゼータンさん、
お願いします。SW 白、ありがとう、ありがとう、シルバーウィーク白ってことか。なるほどね。続きましては53分15秒。対戦ありがとう。こちらこそ嬉しかったよ、対戦できて。9だった9。1位3連勝でした。3連勝だ。3連勝で剣とかいっぱいもらえた。嬉しい。赤ヘルサンタさん、昇格おめでとうさん、ケイケイさんお願いします。ヒロさん、だるまありがとう。シルバーの当たらないね。当たらないね。カエさん対戦したいね。もうちょっとでベッドタイムが終わってしまう。こんばんは。ちょっと待ってくださいね。ただいまタワーをかきながら、タワーのお礼を書きながら七並びをするという。七並びを出すの遅くなっちゃってめっちゃ申し訳ないんですけど、今日は私は当たらない。で、当たる日と当たらない日の差はなんだ。カズさんありがとう。シルバーのだるま何色で書こうかな。ありがとう、シルバーのだるま。あと3回でパラダイスの称号。じゃああと3回当たってパラダイスの称号になったら使ってくれる？ソラハの。やまびこさん、シルバーのハートありがとう。続きましては56分15秒。56分15秒です。パシちゃん、 SW 白タワーありがとう。ちょっと待ってよ。デイジーさん、シルバーのだるまありがとう。
がとう。明日楽しもうね。初生誕、初パフォーマンス、初生誕、もしかして楽しみにしてる。絶対に見つけちゃうんだから、ワクワクする。なんかめっちゃ緑と思ってさ、怖いと思ったらペンだった。なんか自分がちょっとエイリアンになったのかと思った。めっちゃビビった、ほんまに。結構ガチでビビった。あきさん、真空券さん、ハトポッポーさん、お願いします。福岡の球場に初めて後輩が来るんだ。明日は案内係になりまいと。来れないと来れるか、来れないとあれですか。いやマジで焦った、結構びちゃびっくりした。なんかどっかにぶつけたのかと思った。そらはおしの方が当たる。でも嬉しい。だけんそのぐらいいっぱいっていうか、まあそらはおしの方が七並べしてくださってるってことだと思うから嬉しい。やばい、あと3分でベッドタイムが終わってしまう。悲しい。こんばんは。急にエイリア、ぶちまってびっくりした。大丈夫、ちょっと取れた。お風呂入ったら取れる。あれしよう、今日は部屋パックみたいにしよう。あのママのお友達さんから誕生日プレゼントでもらった部屋パック、部屋パックしちゃうんだから。ペンライトの電池、あ、そうじゃないですか。ペンライトの電池もね、まあでも広島で買えるっちゃ買えるけど、ペンライトは大事ですね。続きましては、59分ジャスト。あ、ベッドタイム最後かも。ベッドタイムラスト七並べ。あ、電池充電中。あのね、充電式のやつね、わかるよ。ソラハもパパ持ってた充電式の電池。瀬戸海さん、シルバーのハートありがとう。ペンライト電池入れ替えた。さすが、赤と緑だけだよ。赤と緑以外もいっぱい振るかな。こんばんは、としやさん、バラありがとう。お、初生誕よろしくお願いします。初生誕大戦ありがとう。としきさん、シルバーのだるまありがとう。あ、仕事代わりに電池買ってきた。さすがです。今日コンソメパンツ買ったから、明日は全然で両手ブンブン振ります。お、せんね、コンソメパンツ食べたら元気になるから、速攻元気飲んでも元気になるし、元気もりもり。わ、やばい、最後空ハウス誰一人いなかった。ケンケンさん、ゆうちゃんさん、ケンケンバーさん、お願いします。やまびこさん、シルバーのハート。安部さん、シルバーのだるまありがとう。一回充電式に変えたらそっちが便利。そうだよね、まあ、お家でね、まあ、充電してそのまま充電ボックスに入れ忘れてたらもう元も子もないけどね。充電式いいよね。安部さん、シルバーのだるまありがとう。関山さん、シルバーのだるまありがとう。その代わり明日見つけて。でもちろん見つけます。またソ T シャツで来てくれるのかな。ソ T シャツ、生誕 T だね。生誕 T だ。家でも赤緑つけときます。ありがとう。いっぱいフリフリしてて、お家でもフリ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 。ポケットで光らせたらダメだよ。ポケットでずっと仕事中にペンライト光らせてたらもうそれは多分一番大事な公演中に光らんくなるやん。大丈夫そう？絶対大丈夫なんでしょ。たかしんさん、シルバーのハートありがとう。いつもダイソー、そうもダイソーの電池です。なんかなんだっけ、電話じゃなくてあのテレビのあのリモコンのやつとか、エアコンのリモコンとか、私もダイソーの電池使ってる。
電池切れ？なんだと？公演直前に、あ、大事。公演直前に帰るの大事。もう、あ、そっか、私なんか七並びしながら配信しとったら1時間があっという間すぎる。じゃあ今日は10時半に終わろう。昨日配信始めた時間に終わろう。10時半、ご飯入ってるからお得感ある。そうなんだよね、お得感。こんばんは。ペンライト何もしなよ。気がついたら、あー確かに、だってね、気がついたらペンライトね、色変わってる方とかもいるしね。え、なんか赤緑振ってくださってると思ったら、あ、シンプルにあれか、多分ずれたん、こう楽しくて振ってる間にずれたんだろうなみたいな方とかもいるから。確かに気づいたらね、ついてたら困るよね。 X ランナーさん、シルバーのタコありがとう。聞く？そういう場合もあるか。確かに、なんか、なんだっけ、カバンの中とかで光ってたらもうね、そんなんびっくりしちゃうよ。もうどうもできない。やっちゃう。大ガッチさん、シルバーのハートありがとう。それは技ですよ技なんだ、技なんだね。明日は赤緑、嬉しい。マジで赤と緑って見やすいんですよ。この前の東京の公演とか、アットジャムとか、ワループとか、フクフェスの時にはもう思ったし、フェスがある時とかよく本当思うんですけど、マジで赤緑ってめっちゃ分かりやすいんですよ。もともとその何、先輩が、あの一期生さんね、一期生さんの先輩がもう卒業されたんですけど、今はね、その重な、一緒に活動してる期間に同じペンライトカラーだったんですよ。でそれを後から、あ、一緒なんだっていうのを気づいて、ででもその、え、水色だったっけな、赤と水色かな、もうずっとやってたんだけど、先輩と一緒なのはさすがに良くないと思って、その変えるタイミングがあったので、あのペンライトをめっちゃ考えて緑にして、なんかその時別に緑がめっちゃ好きとかじゃなくて、どっちかっていうと、もうなんか緑はそんな使ったことがなかったんですけど、緑めっちゃ分かりやすいですよ。遠くから見た時に分かりやすい色味にしたいと思って緑にしたんですけど、結果的年がら年中クリスマスだし、めっちゃ見やすいし、良き。あんま緑感がないからあれなんだけど。矢野さん、あ、え、待って、じゃあ私マリーナさんだった気がする。え、どうだったっけな、なんか青か水色だったんですよね。一生わかんない自分。 TT さん、ハートありがとう。でもそっからもずっと緑なんですけど、でもペンライトで、あの赤と緑のペンライトにしたので、あの20歳の集い、20歳の集いの時も、あの緑と赤と緑の、あの振り袖ってありますかって聞いたら、これがありますよと教えていただいて、ペンライトの振り袖にしたりとか、あとその生誕祭のあの花束とかも赤と緑で統一してくださっていて、あと黄色とかも嬉しい。あ、青か、じゃあ水色か、花束さん。昨日ペンライト振ってたら勝手に、あれ黄色赤になってた、あれあれ黄色赤、あれ押すしかないやん、さあ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 、あれ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 、そう、赤と緑めっちゃ目立つの。だってさ、赤と緑、あの何だっけ、道路とかの、あのなんか注意書きじゃないけどとかにも使われてたりするし、赤と緑って結構こう街中でよく見るんですよ。だからやっぱ目立つ強い色だから、良い、超絶に良きです。分かりやすい。タイのお役さん、シルバーのハートありがとう。
え、確かに視力検査も赤と緑使われとる。え、確かにどっちが見やすい、赤と青だかなんか、どちらが見やすいですかみたいな時に、確かに使われてる視力検査のあのなんかね、丸まん丸のシー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 使われてる。他のメンバーのペンライト覚えてますよ。あのそれこそ生誕の、あの生誕祭のそのペンライト演出とかで覚えます。赤緑は確かに下手でね、緑緑やから、確かに赤の方をね緑に変えたらすぐ下手でカラーになる。確かに信号機の色、え、待って待って待って、信号機の色空葉カラーじゃない？黄色も菜の花やし瀬戸イエローやし、え、もしかして信号の三色っては私指針、もしかして年がら年中祝ってくれてる信号って、もしかしてもしかしてこりゃ。え、待って、信号の絵文字ある、すごい初めて見た、もしかして信号機から指針もらってる、赤と緑と瀬戸イエローと七花だから。やば、なんかそう思うといいね。チーバくんハートありがとう、シルバー。え、信号死なの。やばい、漢字もやばいね。信号からの指針、全国に空葉推しが、いや本当よ、クリスマスなんてもう空葉でしかないからね、世の中もう空葉空葉空葉。いやポジティブか、ポジティブか。信号縦と横、あ、縦のやつもありますもんね、すごい本格的、すごい。キングさんシルバーのだるまありがとう。でも空葉ってさ、なんなんだろうね、色、そのペンライトが赤と緑だからやっぱ赤と緑の印象あるじゃないですか。で瀬戸イエローでも菜の花でもやっぱ黄色のイメージがあるからじゃないですか。でも本当に何もそのペンライトとかなかったら何色なんだろう、何なんだろうね。ひなさんシルバーのだるまありがとう。黄色のイメージ、そう、私あの何だっけ、フラワーフェスティバル2021の時にお披露目されたあのフラワー衣装も黄色なんですよ。でも全国ツアーの時に作っていただいたスケスケの去年の全国ツアーの時に作っていただいた衣装は私紫色だったんですよ。明るいから黄色か赤、あー水色、空色、あ、空、空ね。確かに STU っていうので水色っていうイメージもあるかもしれない。白、水色黄色、もう水色黄色はそれはもう TIFF2018 のん TIFF2019 のあのマイカーの時に使っとるあのストライプ衣装や、水色黄色、オレンジ、あ、太陽をイメージして、緑はパセのイメージ、確かにパセリって言われてるしね。キングさんシルバーのだるまありがとう。とりあえずメンバーで一番うるさいから真っ赤、いやこう見えて一番うるさくないですからね、私もう、私うるさい担当じゃないんで、あのもうみんな後輩ちゃんが元気すぎて、空はもうどっちかっていうと静かです。楽屋でもこう見えてめっちゃ静か、喋んないから。パスちゃんシルバーのだるまありがとう。空と鼻で、あ、水色とピンク。チーバくんシルバーのハート、ニョッキンミルさん花束ありがとう。黄色のイメージ、あー、やっぱなんかイメージが。キングさんシルバーのだるまありがとう。水色と白色、青空と雲を表してる、うん、水色と白色ね。歩く俳句ラジオじゃなくなったんですよ、早口ではあると思うんだけどね。あ、ゴゴリバ衣装ね、赤と青と白のやつね。みーさん優勝、
ありがとう。でもそれは何やろね、何色が好き？でも青系好きです、やっぱり。このあれもそうだけど水色好きです。水色と白とか好きですね。うん、淡い色が好き。でも赤が好きなのは、あのドラフト3期生の時のあの何だったっけ、三次審査が終わった後のあのショールーム用の写真、違うね、その後だね。ドラフト候補生になった時のあのなんか写真が赤色ニットだったんですよ。なんで赤色のニットを着ていたのか分かんないんだけど、でそれで赤のなんか自分の中で赤を着るようになって、ペンライト赤にした。で STU のカラーで青、水色ってしたんだけど、変えたけどね結局緑。こんばんは。最新型ポンコツさん、シルバーのハートありがとう。そう、千穂さんとかサラピとかとか。あー、この前の黄色っぽあれですか、黄緑色のチェックのノースリーブワンピースかな。あ、黒を着ると大人っぽく。でも黒のお洋服は結構増えました、今年になって。去年までほんまにベージュブラウンとかなんか単色が多かったんですけど、今年は逆にその黒とか水色ピンクしようみたいな感じの色を着るようになってた。今年のでもあの秋冬にかけて服を買いたいと思ってるんですけど、今なんかあのカートに入れてるんだけど、カートじゃない、お気に入りに入れてる服全部マジであの色が分かりやすい、私の好きが分かりやすいです。巣ごもりの神様さん、シルバーのだるまありがとう。もうね、ブラック、なんかブルーのカーディガンとか、チャコールとか、白、グレー、ネイビー、グレー、ブラック、結構そのやっぱりめっちゃは激しい、去年とえらい違う、いろんな色が。白もあり、でも白もいいですよね。純白っていうんかな、純白って感じで、清純を守りたい、最後この生まれは生まれたの日の名は天使のように、あーよしゃいくさん、キングさんシルバーのだるまありがとう、ヒンクさんシルバーのハートありがとう。あ、オフホワイトいいよね。ショッキングピンクってどんな色だ？めっちゃ明るいのかな？ショッキングピンク、あーわー、あんまり着ないな。フィロソフィーしたことあるよ、フィロソフィーしたことありますよ。 ST48 の戦場じゃなくて陸上公園にしたことありますよ。お疲れ様です、お疲れ様です。皆さん祝日明けのお仕事で大変だったかな。クックさんシルバーのハートありがとう。そういえばこの前ね、なんだっけ、楽天スーパーセールでちょっとお買い物をしまして、
ポイントがいっぱい返ってくるし安いってことで、なんかその いつも使ってるその化粧水とかパックとかもうずーっとなんか同じのを使ってたんですけど、なんかパセが使ってていいって言ってたし、あのスラも貸してもらってね使っていいなと思ったし、そのネットでのあの口コミとかも評価良くて、で評価いいからそのいろんな他の種類の成分のやつが出たりとかしてるアヌアっていうね、また分かんないと思うんですけど、空も最近知ったからあれなんだけど、アヌアっていうブランドのなんかセットを購入しました。こなかちゃんシルバーのハート、かたがさんシルバーのハートありがとう。これなんてやつなの、スキンケア6点セットをねアヌア買いました。なんかいろんな種類があって、ソラはそのやっぱりお肌がその荒れたりとかしてニキビちゃんとかができたりするんですよ。でなんか肌が荒れがちだから、なんかドクダミっていう一番なんかマイナーなんか一番有名なやつを買ったんだけど、他にもなんかビタミンとかいろいろね、なんか保湿とか美白とかあるんだけど、でそれのセットを買ったのね。もうほんと全部バラバラで買ったらもう普通になんか2万円近くするんだけど、7000円ぐらいで買えたんだよね確か。プラスめっちゃポイント返ってきたから、もうほぼただみたいな。それは嘘なんだけど、全然嘘なんだけど、何これついたんだっけ、これわかんない、ちょっと待って、私見ないとわかんない、これ何、もう全部韓国のブランドだからあれなんだけど、クレンジングオイルだって、これです、ドクダミポアコントロールクレンジオイル、クレンジングオイルだって。最新型ポンコツ愛してる、ありがとう。これはメイク落としです、メイク落としセットなんです。メイク落としとこれはトナー化粧水です、化粧水とローション、デイリーローション、あ、乳液的なやつですね、乳液的なやつと、これがなんか丸いパッドパックじゃないんだけど拭き取り系のやつと、あとこれマスクシートマスク、あの顔が目とかの口とか開いてるやつのパックで、プラスなんかこれ美容液のセットだったんですけど、本当だったら今買ったらね17,450円なんだけど、私が買った時は6,980円プラスポイントたくさん還元だったから、10何倍みたいなだったから、めちゃくちゃお得に買えたの、最高。こんなにもいっぱいです。もうクレンジングオイルはどうしよう、お母さんにあげようかな、私オイル使ってないんです。なんかクレンジングオイルでメイクを落としたら逆にニキビになりやすいみたいな、ニキビができやすいって聞くのでって感じなんだけど、そうめっちゃお買い得だったの、すごいよ楽天スーパーセール、初めて楽天スーパーセールで買った、そう1万円以上お得なの、やばいよね。しかもバラバラで買ったらもっと高いけどセットだから安い、主教員。化粧水とかはね、もうこれ私がいつも使ってるのはこれなんですけど、このハタムギ化粧水を使ってたんですけど、あのお風呂上がりにこれを入れ替えて、なんかのスプレータイプのやつに入れ替えててね、
お風呂上がってもすぐにシュ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 ってやって保湿するんだけど、最近はねボディクリームがなくなったからこれを塗ってたんですけど、今日ボディクリームを買い足してダブル使いしようかなと思うんだけど、これは本当にあのめっちゃお安いから、化粧水の中でもしかもアルコールフリーだから大容量で安いし、よくこれずっと使ってたんですけど、そのアヌはいいって聞くから買ってみた。あとこれはマネージャーさんから去年誕生日プレゼントでいただいたけどずっと使ってなかった乳液、イプサの乳液を今最近使ってます。だからこれとかさっきの化粧水とかがなくなったらこの今紹介したやつを使おうかなと思うんだけど、相当先やねこれ、相当先。相当先なんですけど、これはなんかショールームでちょっと安くなって買いましたっていうのを紹介したくて、3日4日前ぐらいに届いてたんですけどなかなか紹介できなくて、今日紹介しました。めっちゃ安くて紹介したかった。でも紹介したからあのストックボックスに入れます。あのガルアワの時とかにコスメとかいっぱいいただいたんですけど、 TGC の時とかにその時のやつ、ストックが入ってる新品のパックとかが入ってるところにこの後入れます。マジでお得に買えたんです。最高です。でも今買いたいものがあるんですよね。何買いたいんだっけな。そらは今買いたいものがね、そういえばこの前なんか見た時にね、うわこれ買いたいと思ったんだけど、お気に入りに入れるの忘れててちょっとあれなんだけど、なんか買いたいのあったんだよね。お得なものをいっぱい買いましょう。お得な時に買う。メンバーみんな楽天の方じゃなくて9点目代わりセールで買い物してて、そら9点では買ってないから、楽天ユーザーだからね、楽天ポイントが入るから楽天のそのセールのやつで買ったんだけど、みんな全然楽天じゃなくて9点で買ってて、あ仲間がいないってなった。まあひなさんとかインスタストーリーにあげてたんだけど、目代わりで買ったものたちみたいな感じで、楽天セールで買ってるメンバーさんいなくて悲しい。お父さんシルバーのとこありがとう。あ目代わりでアヌは買った。あじゃあそれは目代わりじゃないけどアヌは仲間ですね。アヌは仲間、楽天結構ね日々ポイント高いです。そんなあの日々8倍ぐらいある。そう楽天え、なんか楽天スーパーセールってなんか3ヶ月に1回あるんですよね。私それを知らなくって、もうないんだと思ってストックでコンタクトとか買っちゃったんですよね。やばいとか思ってまつげ美容液とか買っちゃったんですよけど、3ヶ月に1回ぐらいあるんですよね。知らなくてあのびっくりした。だから私楽天市場で使うようになってもう何回かあったんだと思って、私マジで1年に1回とかそのぐらいのレベルだと思ったから、とか思ったのに、なんだ調べたんよ、楽天スーパーセール、あのなんか何ヶ月に1回みたいに調べたら3ヶ月に1回ぐらいあるらしくって、去年がそうだったよみたいな、今年はどうかなみたいなのが出てきて、そうだったなと思って、もう知らなすぎて勉強になりました。楽天ポイント、にゃんさんシルバーのハートありがとう。楽天ポイントありますかって言われるから、楽天ポイントはいいですよ。100円で1ポイントだから、100円で1ポイント、楽天はアマゾン。そうパパがね昔アマゾンで買ってくれてたんですけど、コスプレとか
だから、あ、言ったよね、パパの多分購入履歴欄ほんまにやばい、超やばい人の購入履歴みたいなんやけど、今は空がもう楽天市場でコスプレとか買うから大丈夫なんだけど、多分パパの昔の購入履歴見たらほんまになんかいろんなあると思う。あ、なんだろうね、セーラー服とかもあるし、動物のコスプレとか悪魔のコスプレとか体操服のコスプレとか、あの STU 体操の時の、あの一時期コロナ禍の時にあった STU 体操のやつ、もうやばいと思う。パパの購入履歴やばいと思うけど、全部私のあれで買ってくれてるやつで、もう今はねもう自分で買えるようになってるからなんだけど。タムタムさん、ペンライトありがとう。そうだよ、やばいよね、きっとやばかったはずだけど、もう今は大丈夫。ハッセイさん、アイドル大好きさん、シルバーのハートありがとう。こんばんは。もうそろそろお別れのお時間です。あ、そう、今日ちゃんとリップ買ってきた。これね、あ、赤のグロスで色はつくんだけどすぐ取れちゃうから、前まで使ってたやつのめっちゃなんか濃い色を買いました。前まではなんか02番を使ったんですけど、濃い07番買ってみた。まだつけてないんだけど、これ明日公園でつけます。明日のリップの色いいなと思ったらこれです。明日初めて使ってみる。07番は買ったことなかったから、初。頑張るね、シナのソラハより練習しよう。今はあのマウスピースつけてるから滑舌悪いんですけど、ちゃんと明日の生誕祭のあの18時半からの生誕祭を撮るので安心してください。今笑ったらなんか歯なんか変な光みたいななってるけど、明日は大丈夫です。ちゃんと笑顔でいきます。今はリータンさん、シルバーのハートありがとう。もう私は頑張って今からお風呂に入ります。みんなもお風呂入ろうね。入ってない前提みたいな話してるけど、入ってる方はもう神がかってるので、あとはゴロンして寝ろうね。楽しみね。ねえ、楽しみ。全然楽しそうな顔してない。楽しみです。よろしくお願いします。カイトさん、シルバーのだるまありがとう。それでは壇上を読みます。13位コカジアさん、12位スーさん、11位サイダーさん、10位ニョッキンミルンさん、9位トシキさん、8位最新型ポンコツさん、7位ヨウさん、6位レイジーさん、5位デコピッタンさん、4位タムタムさん、3位ミーさん、2位スゴモリの神様さん、そして1位はパシちゃん、ありがとうございます。チロさん、結婚してありがとう。本日は昼と夜の配信ありがとうございました。明日はついに21歳の生誕祭です。2年去年と一昨年はね、誕生日当日8月9日だったんですけど、今年は久しぶりに誕生日を迎えて1ヶ月後っていうね、約1ヶ月後の9月18日水曜日ということで、ドキドキドッキンなんですけども、皆さんと最高の一日にしたいなって思うので、来てくださると嬉しいです。きっと当日券も出るので、何十枚ぐらいわかんないけど、もしねお祝いしたいなっていうお気持ちが1ミリでもありましたら、来てくださると本当に嬉しいです。年に一度の生誕祭
よろしくお願いします。なあ、緊張するね。頑張っていっぱい寝て心を落ち着かせます。ではありがとうございました。座席ポストも待ってます。ではバイチャラポー、またね、おやすみちゅー、バイバーイ、会場で会おうね。